祭り騒ぎできますようにレイ。いやーこれいいんじゃない。じゃあ兄ちゃんもお願い事書くわ。リエ、チークはどこのですか。ちょっと待って、これだよこれ。これじゃあ紹介してみて。これリエちゃんのチークはこれ、フラワーノーズスワンバレーシリーズブラッシュコンパクト03番、シルキーリボン。これであんたもリエの顔。やばすぎ、キャンメイクみたいな。ほら絶対買えよな。このフラワーノーズ絶対スポンサーついてくださいよ、これ使ってるんで。はい、はい、来た。レイちゃんと来年も一緒に入れます。リエ願いじゃないもうこれ。何それ。これもう表面、決意表面。気合いってこと。もうこれ願い事じゃないんですよ、私レベルになってくると。もう予言ですね。予言の書。予言書、はい、予知書。じゃあこれは今日飾ります。レイちゃんはできますように。できます、入れます、入れます。叶えますからね、願いじゃ。ほら、化粧しろよ、早く。あ、化粧しろよ。じゃあ、しゃべっとき。え、そう、リエちゃんを映して解説しようかな。レイが解説してあげる。リエちゃんもちゃんとじゃあ映っとくね。まず、チークをほっぺ、左ほっぺから塗り始める。何してんの。見てんだよ、今これを。で、右のほっぺにポン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 、鼻ポンポン、ササ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 、顎もちょっとちょちょちょ。で、チーク終わり。もう終わっちゃった化粧ぐらいだから、さっさ、絶対リエのファンの子はチークは左から塗ってもらおう。そうなんだよね、左からなんだよね。やばい、外れてる。あ、やば。そんな事故みたいに言わないで。うん、分かった。早く次なんだよ。これだよ。なんだよそれ。これだよ。なんだそれ。シェーディングだよ。シェーディング待って、フィルター見ながらだったらめっちゃ濃いとかないよね。よろしくね、今日ライブでさ、ステージから。え、かわいいよ。じゃあ鼻高かった。鼻の小鼻のとこから塗る。塗り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 猫鼻を。これでどういう作用になりますか、これで。で、これで鼻の穴でかくした。鼻の穴をこれでかくするあれがあるね。やっぱね、芸人だから。おいで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 、おいで。このハイライト、レイちゃんとお揃いのハイライト、ディオールのハイライト、ズオールの、ちゃんちゃんちゃって鼻先ポン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 丸っぽく入れる。え、なんで知ってんの。見たんだよ今。これで鼻筋にも塗ります。割れてても使う、まあ、使えるからね。うん、もったいないしね。もったいない。でもれいちゃんの基本化粧品結構削れてるよね。削れてる、てかこれも削れてる。じゃあそういう削れてるじゃない、ちゃんと最後まで使うタイプじゃない、れいちゃん。使ってるね。うん、あんまりね、メイクしないからね。うん、化粧しないね。みえちゃんとさっきホッピングシャワー食べた。あ、そう、アイス食べた。これね。え、れいちゃん31だったらこれが好き、ホッピングシャワー。うん、何レイキュー、ホッピングシャワー初めて食べた。うそ、ほんと。マジ？うん。何食べるのじゃ、いつも。あのチーズケーキみたいなやつ。へえ。食べてる。チーズの。ストロベリー。チーズケーキ。何がおもろいんだね。はい。で、二人とも使ってるリップ見せてほしい。だから見せろよ。じゃあやれ。こっち？こっち。やるわじゃあ、うん。やってみな。まず。増えてる。えれちゃん、すごい、これマスカラだ。普通にこれ塗るじゃん。で、これ塗るじゃん。うん、で、これ塗る。あ、3種類なんや。そう。
やばい、いつものリップが入ってない。うわ、やらかした。これ事故だよ、普通に売ってんじゃない、そっから。いや、いらないね。ないならないでやるんだよ。何それ、リップ。違う、このケース何、ついそのこのリップ買ったら。やばい、変なのね。こうだから、カバンとかにぶら下げて。そういうやつ、うん、今はね、もうあれじゃない、なんでもちょっとやばいやばいやばい、塗りすぎた。待って待って待って、結構やばい。ちょっとこれ取ってね。だからいつものリップじゃないのにオーバーになったから分かんなくなった。じゃ鏡見えてる、うん、なんかレ取れちゃうんだけど。そんなのやばいよ、もう集大さらしちゃった。ありがとうエリちゃん。あ、いい感じいい感じ。れいちゃんもうちょっと、れいちゃんもリップ塗ってみたら。れいちゃん歯磨きした後に塗りたいタイプ。ねえ、りえがしてないみたいに言わない、やめてよ。りえがしてないでやってるみたいな。何？嗅がせるよ。眠る。ちなみに。嫌だな。全部嗅がせるよ。嫌だな。じゃあいいんじゃない？渋谷で待ってるよっていう。オッケー。